皆さんこんばんは、460フォトラボラトリー所長の IXE460 です。日本時間の本日26日午前2時から Apple のスペシャルイベントが開催されました。そこで発表されたものをざっとですが見ていきたいと思います。よろしくお願いします。 それでは早速見ていきましょう。まずアメリカの方のサイトから見ていくと、こんな感じですね。Apple TV の新型。それからこれですね。News Plus。そして Apple Arcade ーーね。そして Apple Card ですね。公式サイトの方には載っていないんですけど、イベントの方では Apple TV チャンネルというのも発表されました。 そしてですね気になる日本の方はというと日本の方で発表されたのはこちらの方になります Apple TV プラスとあとは p ップルアーケードこの2つだけですねやっぱり日本の場合ね色々と認可の問題があって一番簡単なこの2つだけになったみたいですそれではですねアメリカアップルの方のサイトを見て簡単に解説していきたいと思いますそしたらまずは p l e News Plus から 行っていきましょうかこれはすでに日本だと楽天とかあとドコモとかがやってる定額制の読み放題サービスとなってます楽天とかドコモとかは基本的に雑誌なんですがこの Apple News Plus に関して言うとそのニュースの名の通り新聞とかそういうものも読めるようになってますまあその辺の関係もあって日本ではまだサービスができないって感じなんでしょうね結構ね日本の新聞は いですし大体こういう日本の企業っていうのはユーザーの使い勝手よりも自分ところの利益優先させるんでこの辺はもうしょうがないのかなっていう気もします次に発表されたのが Apple カードまあ Apple 製のクレジットカードなんですけど画期的なのがクレジットカード番号とかセキュリティカードを表示してないっていうところですよねまあ実店舗で使う場合こういうクレジットカードの番号とかセキュリティカードなんかいらないんでこんな すっととしたもので十分じゃなないかなと思ってますこれに関して言うとね日本ではまだまだいつできるか分かんないって感じですよね。これって財務省かなあの辺の認可が下りないと多分ダメだと思うんでこの辺は日本だと厳しいのかもしれないですね。うん、でもこれ カカードに関して言うとカードドにに関とと番号かか表ななないだけなのかなちょっとその辺まだ調べきってないんでちょっとわかんないんですけどあとはなんか使うたびに2%のキャッシュバックをしますとかアップルストアで使うと3%のキャッシュバック年会費無料手数料無料とかかなりなんか大盤振る舞いって感じですよね一応ゴールドマンサックスとここに書いてある見えてるように スターカードととの提携となっているみたいですまあこれは日本ではいつサービスが始まるかはちょっと分かんないですよねその次に発表されたのが Apple Arcade これに関して言うと定額制のゲーム遊び放題ということになってます これ面白いのが Apple 製品ではデータの共有化がされてるみたいで iPhone で遊んだ後にその後 iPad や Mac とかから続きができるとかなってますねあとここには広告なしとかアプリ内の課金なしとか言って書いてますねそうなってくると結構日本の今のスマホゲームなんかは いいできなななのかなっていう感じになりますよねそれともできるようになって課金なしでできるようになるんでしょうかこの辺もね今あるコンテンツとかがどうなるんかが分かんないですよどちらかというと海外ゲームが主流になってくるのかなっていう気がしますじゃ AppleTV+. に関しては日本のサイトの方で見ていきましょうかその方が分かりやすいんでこれに関して言うとさっきちらっと言った AppleTV チャンネルの端末ということになりますよね定額制でオリジナル番組や映画とか そういうものをストーミング再生できるということになってますね今回発表されたのはこんな感じでハードは Apple TV Plus だけで特にありませんでしたどちらかというとサービスの方がメインとなりましたね先週のね、怒涛の新製品ラッシュの後ぐらいから今回のスペシャルイベントはサービスの方がメインになるんじゃないかという噂があったんですけどねまあこれ見てると 今後のアップルというのはこういうサービスに収益の主軸を置いていくのかなっていう気がします iPhone 自体がねもう大こけしましたし Mac 自体もねもう頭打ちになってるんでこっちの方に収益の主軸を置いてくるのはまあ当然といえば当然なのかなって気がしますあと羨ましいのがアメリカだとこういう新しいサービスに既存のメディアとか企業とかがどん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 参入してくれるところはうれしい羨ましいですよね,日本だとねあの iTunes Store なんかもそうだったんですけどなかなかね既存の企業が参入してくれないのは結構厳しいですよねというわけでね今回はザザッとですが Apple のスペシャルイベントについて喋ってみました前回の動画でね MacBook Pro が前倒しで発表されるんじゃないかっていうか言ってたんですけど残念ながらそれは大外れでしたね MacBook Pro に関して言うと MacPro と一緒に6月の WDC w で発表されるんじゃないでしょうかまあこれ実はね実際に なななってみいいとわかんないんですけどちょっとね、外してしまったのが残念かなっていう気がします。ね、さっきも言ったようにこういうサービスは日本だとなかなか始まらないんで、日本人的には寂しいイベントだったなと思います。というわけで今回の動画は本当に簡単ですが、ここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。